今日はこういう感じでやっておりますが、 ありがとう。今、北電本社前です。皆さんもう解散ですね。解散していきましたね。結構な人数でしたね。結構集まりましたね。暑いから、ずっと暑いから、結構集まった。本当暑い。今日はちょっときつかった。放射能薄めても毒は毒。やっぱり原発なしで暮らしたい。放射能は少しでも子供を守りたい。安全な富山を守っていく。もうちょっと欲しい。座り込みですね。ありがとうございます。続けていきましょう。あのおじさまが言ってたのは、これは本来僕らのみんなのものだと。この北陸電力は一つも払ってないと。これは僕らのお金で全部建てられたこの建物、立派です。立派ですよ北陸電力。すごいっすね。こんなモニュメントあるんや、一つだけインタビューを撮ってくれた。今日はダメな、ウィザーさん。すいません、インターネットの配信を今してるんですけども、ここでヒント座り込んでる。週一ですね。はい、週一、はい、北電前で、はい、ずっと、はい、アピールで座り込んで、はい、ああいうあれで、ああいたして、あれをつけて、週に一度、いつやられてるんですか。先週はずっと水曜日のランチタイムにしてたんですけど、ちょっと今あの全国の金曜官邸前報道とかに合わせて金曜日に今変更し、先週かから、あ、先々週ですか。から金曜、2回金曜日。金曜は何時、昼じゃなくて夜、あの時間に。夕方4時半からに、はい、夕方4時半から、まあ、ちょうど退勤時間に合わせて北電とか、あとこの辺結構退勤される方が流れているので、それに合わせて、ね、4時半から8時まで。7時まで、はい、ここね、あんまりいいところ、昼間はね、人と思っていうか、あの夜遅くもそんなに人が取るわけじゃないから。なるほどね。4時半から7時。またちょっと、ちょっと今曜日が、時間帯をちょっと今あの瓦礫の問題で、あの県庁前に、夕方金曜日から、昨日から県庁前のスタンディングアピールが始まったので、ちょっと時間が重なってるので、ちょっと調整して金曜日の昼間にするか、また水曜日にするか、ちょっと調整。はい、でも北電前でこうアピールすることは、あのやるということは迷惑はない、うん、時間帯がちょっと、確かに石川の方もあの電力会社前ではやってるんですけど、やっぱり県庁前、うん、もう電力会社は指示通りっていうことで、もう県庁前の動きも強化していく感じです。それじゃないとなんかもう言い逃れしかやらないし、それやったら直接県庁っていう流れはあります。暑い中ご苦労様でした。ありがとうございます。インターネットの流れで。FM よろしくと言います。Twitter とか Ustream で、これは残っておりますので。イメージキャラクターのおにゃん、ちょっと今日擦れちゃった。一応これ、脱原発ゆるキャラっていう。脱原発ゆるキャラとして今売り出そうと思っていて。そのうちボロ儲けできるかな。
爆弾持っているこの儲けはないでしょモンジュ君にヒットしちゃったからいやモンジュ君はあれはもうモンジュのネームバリューを生かしたこっちはもう単独のおにゃんそのうち原発ダニャン楽しみにしてます大ヒット楽しみFM よろしくをぜひインターネットで検索してみてくださいじゃあバナーあでリンクしとくかなこれまだバナー作ってねえのホームページやってるのであ、はい、ちょっとこれ無線だなって熱いんですよねありがとうございます、はい、今日あの保養来てる人も参加してます東京から保養に来るにはね一番っていうかいいとこですよね魚が美味しいってスーパー行って喜んで買えますああそうだね雇用プラスひなの経営で始めましたになってますね今去年311ネットの方でちょっとお話しさっきまで会って微量な人が金曜日ダメなんだって人が常連がいないのまたそのね独自ツイートなんで今僕らは京都と金沢とで、まあ、明日立山の方でちょっとお話しさせてもらうんですけどそこで森岡ってガッシュでも反の人だけじゃなくて賛成できる原発はうんぬんやけどあんま興味ないって人もいるしその人でも賛成できる事業やりたいなじゃないとなんかエネルギーの持ってきようがなくて取材あ今ねこの発言した人ね、はい、左側あ、はい、右側この雇用に来てる人今避難って先ほど話されてたのが左側の人あちょっともう一回右の親子が雇用に来てる雇用とか一時雇用とかな今お盆だからじゃあちょっと取材だけしようかな、うん、だけど雇用の人は取材の話はしてないからそうですなんか知らんけど女の子誰かの人に困ってきてねえかにしたらあれ